皆さんこんにちは、シルバーウィークでございます。我々はですね、このシルバーウィーク中の企画の一本として、はい、帰ってきたカズエンド2と題して、2ですね、このヒゲのサッカーこのヒゲのサッカー少年、少年32歳、32歳、うん、大きくなったよ。シルバーウィーク5日間にわたりまして戦いを繰り広げます。イエス。そして、2チャンネル合同企画でございまして、はい、マックスぐらい愛たかしくんチャンネル2つのチャンネルで動画が上がっております。たかしくんチャンネルは全部たかしくん画面、そうですね、マックスぐらいチャンネルは、時によって変わります。はい、私かカゼンドか、この後面接が終わったら参加してくるトシくんか、はい、そしてこの5夜連続のこのモダコン企画、優勝した人にはですね、こちらのトロフィーが授与される予定でございます。初じゃないですか、トロフィーなんて。すげえ、もうすごい重厚な、この企画のために用意されたんですか。そうです、この企画のために用意された。でもなんかテープみたいなの貼ってません、白い、なんか、あ、なんか見えるかもしれません、気にしないでください。こちらのトロフィーの栄光を手に、栄光を手にするのは一体誰だ。誰だ、誰がこのトロフィーを手にするのか。持って帰れないし持って帰らないでしょう、多分。ちなみに、よくニコ生の方ではこういうトロフィーをね、準備した企画ってやると思うんですけども、あの、大体ドン・キホーテに1000円ぐらいで売ってます。安いんですね。結構安いんです、うん、じゃあ参りましょう。1回目ですけれども、1回目はまあウェルカム、歓迎しないといけない、これですよね、うん、大人げないと言われ続けながらも歓迎しないといけないんですよ。1対2でカゼンドをボコる、ボコるとは今まで言ったこともないです。歓迎してます。というわけで、そうですね、Wi-Fi ですね。場所はアラートにしましょうか。どうせアラートが好きなんですよね。みんなアラートが好きだよ。はい、じゃあこれで作りましたので、少々お待ちの後に皆さんどうぞ。おー、来た来た。カゼンドどうですか、近況。俺ね、この収録が決まってから、まあその近況じゃないかもしれないですけど、すげえモダコンやってきたよ。モダコンの近況まず、うん、やってきたよ。4ですよね、4。前回あれですよね、5も俺騙されたと思ったからね、前回。誰も騙して何も言ってない、誰も。ファイブをやるつもりでお越しくださったんですよね、前回は。そう、だからちょっと感覚が狂ったかもしれない。今回は4で、かくつくしね、かくつかないです。もうかくつきません、その時代は終わりました。終わりました、いいですか、初めて。よっしゃ、カゼンド、カツキ、あんの？ちなみに練習してきたってことは、この2人を前にして余裕って感じ？まあちょっと一戦終わってからそれ言おうかな。うわぁ、大人になってしまった。お前、年取ったな。しかも、ちょっとイヤホンまで新調したから、ね、勝ちすぎだろ。じゃあ私もちょっと普段片耳しかつけないけども、両耳で、両耳でこう集中しよう。いきますか、本気。じゃあスタートしますね、行こう。音が出ない、あの人カナル型使ってるぞ。いきなり音が出ないとか、なんかそういうディフェンスから入ってくるとか、言い訳から入ってくる。変わりましたね、あいつもな。小さい、小さい男だよ。人って変わるんですね。僕すごい、なんかあれだったんだけどな。わあ、カゼンド先輩のことをずっと憧れてきたのに。カゼンド先輩のことずっと憧れて、アップバンク入った時もすごい良くしてくれて、ご飯とかもおごってもらいました、僕。そんな言い訳ばっかりする人だって思わなかったっす。俺、言い訳ばっかりする先輩だって思わなかったっす。いつだってかっこよく、僕の前じゃかっこよく決めてくれてた、あのカズエンド先輩が。あ、撃っちゃった。僕行っていいですか、村井さん。いいよ、よし。じゃあ私も行こう。芋ってんじゃねえの、カズエンド。なんかいないですね。ビビリじゃない？あ、もしかしてビビリにもなっちゃったんすか。うん、小さい男だな。マジっすか。あーあーあー、逃げろ、逃げ。安心してください、村さん。敵は打ちました。Thank you very much。今1対1だ。1対1だ。安心してください。安心してください。でも、これ、明らかに見たい。これは大勢いた方が有利だからな。いや、そんなことないかな。安心してください。やめてください、そういうの。この辺にいる。高橋君、それにいそうな雰囲気。村さん、すげえ離れてません、僕から。わかった、私も行く。来てはくれないんですね。行く行く行く、大丈夫。村井さんコンパクトとかですよ。横から、横だ。安心してください。うるせえな。安心してください。やばい、あいつちょっと新しい。カゼンドさん安心してください、これまだ練習中。ペイバックって言うと、ペイバック。カゼンド、もしかしたらこれリハーサルってことでボツになるかもしれない動画。そうですね、一応撮ってはいるんですけど、ね、前回そう言ってて普通に放送したでしょ。あんたたち、あんたたち、あんたたち一応撮ってはいるんですよ、だから安心してください。お、安心します。全く使われないっていうことはないです、安心してください。あとカゼンさん、僕 iPad じゃないんですよ今日、 iPhone だからハンデが。
ハンデがね。高橋君、カゼンダ見つけたか。あ、見ました。見つけた。見つけました。あ、倒しました。え、嘘。はい。やるじゃん。ペイバックしました。よーし。カゼンダさん、ペイバックって画面に出ました。ペイバックって何なの？ヌーブ。ヌーブも何なの？いつも思うんだけど。初心者をバカにする、バコじゃないですね。バカにする。なんかニュービーって初心者じゃないですか。それが訛ってヌーブってなってて。おお。あ、いた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 。やる。今見ました皆さん、これは映ったでしょ。え、ごめん、私の画面真っ白で。あ、いやいや、左の肩甲骨を殴って脇腹をつまんだ。前よりお肉はないとはいえかなり痛かったですよ今の。つまみ応えはあったよ。つまみ応えはね、あるんですよ。皮がね、ちょっと待ってくれ、私まだ。いた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 。どこ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 。あ、いたいたいた、見つけました。捕捉しました。しゃー、おーい、村井さんが倒したとこ映しましたよ、遠くからだけど。あ、トシ君、次の試合からどうぞ。ヌーブって出てよ、ヌーブ。ヌーブ、このヌーブが面接の終わったとしくんです。面接でなんすか、その先に行ってくださいよ。なんだよ、もう言えなくなったんですか。おちおち、カゼンダカゼンダカゼンダ、いたぞ。私に僕の前にいます。撃たれた気持ちはヌーブ。あ、フラグ投げてくんじゃないの。あー、やべ、先行だ。やべ、食った。俺に任せろ。よし、勝てんだ勝てんだ、はい、5対3。あれ、もうそんなやられた俺。そうなんですよ、俺5だと思ってたよ。ちゃいます、ちゃいます、反対です。チャイマックス、チャイマックス、懐かしいな。最近モーカーの会話しなくなっちゃったよね。最近ね、ちょっとね、あのお休みしてた、お休みってしてたわけじゃないんですけど、いた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 。この前久しぶりに聞いたんですよ、感動して。またよし、やるじゃん高橋君。任せてください。だんだん風邪道喋らなくなってきたぞ。うん、あれガチですね。聞こえてないふりしてますよ。してるしてる。イヤホンのせいにしてます。あ、いる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 、村井さんこっちいますよ。あんな上にいるなんて。どこに、あ、しゃがめんのか。僕行きましょうか。行く、私も来た。降りれない。僕行きましょうか。ジャンプできない。いたいた。このゲームジャンプないです。よーし、ヘッドショット。すげえ痛い。一発も食らってないでしょ今。すごいな高橋君、ソードアートオンラインみたいに電脳と繋がってんの、ゲームの通覚。すごい、ね、いや、ゲームで繋がってたら僕もう死んでますよ、もう頭吹っ飛ばされて。ちょっと今、花山香るぐらいの花山香る。あ、悪撃。後ろ、高橋君後ろ。あ、大丈夫です、僕がリーコン出したんで。うん、知ってる。あ、吹っ飛んだ、カゼンダ吹っ飛んだ。これ、その後避けないと。画面が揺れるからやめろ。画面が揺れ、これ倒した後、待ってよ、倒した後避けないと。飛んでくる、飛んでくるから。カゼンダ、お前はもう、リコン出したい。お前はもう虫の息なんだ。いた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 。あ、いました、どこですか。真ん中、真ん中、OK、僕行きますよ。あ、いたいたいた、見えました。来ちゃった。で、右から来ると待ってこっちなんで、なんやられても一応避ける。でも、やつ84で、しゃあ、ヌープで出た、ヌープ。ヌープじゃない、ヌープ96。ヌープだよ。ヌープ、リーブだよ。いや、ヌープさんですよ。わかんないっすよね。マニアックすぎるだ。マニアックすぎる。よーし、ナイフだ。いや、今避けて正解だと思う、俺やろうとしたから。あのさ、毎回さ、やめてもらっていい？すごい、うざいんだけど。え、うざいんだけど、やめてもらっていい？じゃあ皆さん、僕が殴られて耐えればいいんですか？いや、そう、それは辛い。僕一人が耐えればいい話なんですか？いや、その前提だよ、カゼンド、物理的に手を下すな。カゼンドって何すか？勝ってるんですか？ヌープ。ヌープじゃない。痛い、ちょっと待って、当たった。ちょっと待って、お腹痛い。おー。今ちょっと動こうと思ったけどやめました。やばい、でも後ろは振り向いた。風邪つの何使ってんすか、武器。コンパクトですね。僕 UFIA ですよ。ユーフィアっていう人が多いけど。コンパクトな風邪道。どうしたんすか。いや、特に意味は。こっちいないな。そっちいますよ、村井さん。ちょっと私はね、ちょっとね、高橋くんばっかり活躍してるからね、風邪道倒したい。じゃあ僕、わかりました。それ、手助けしますよ、僕。追い込みましょうか。
どこあの魚を網でこう川の中で追い込む。もうガッと追い込んでその囲い終わったら村井さんやっちゃってくださいよ。倒しちゃってくださいよ。建物の中まで来てるんだけど風のいない。あれ僕割とそっちにいた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 。あー僕の画面で風のキルマックス村井って出てました。やめてくる。うわあ黒い、あいつ調子黒い黒いあいつ調子ライトが当たってないのもあり黒い、より黒い。あと2分半で17なんで、でもいい勝負しちゃってますね。これダメですね。いや勝てるな。いやダメですわかんないですよ。ループはねマジでね今のアップバンクのね痛い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 。プロジェクト Y よし倒した。オッケー、アシスト役になり下がってしまった。いやでも村井さんアシストしてくれたんですか。え出ました。ありがとうございます。ってことは弾当てたっていう証拠です。イエーイやったー。その倒したのがたまたま僕になっただけで、もしかしたらダメージの8割ぐらい村井さんかもしれないですよ。よっしミー。何ミーって。マックス村井何ですかミー。意味が分かんない。いやいや限界突破。え僕がキルしたって出ましたよ。えあれ限界突破あれ私じゃなかった今の。え僕じゃないですか今の。え違うの。あれわかんないです。僕もあんま覚えてない。そして脇俊さんが寂しそうにこちらを見ている。あ仲間に連れ一緒に連れて行きます。それを私たちは無視して、あどっかにいる。いや村さんそこにいる。脇俊ズームそれもわかんないです多分。脇俊ズームとか懐かしいな。カゼンドさ、そういうどうでもいいことの記憶力意外とあんの。思い出だから大切。カゼンドにとっては大切なもの。大切な思い。あらー脇と沈む敵を取る。お前さん、ゴーゴーゴー。くっす、うるさいっす。なんかあったよ。やめてください。あるけどやめてください。思い出さなくていいです。やめましょう。洗っちゃうから。最後の一発は俺にやらせろ。わかりました。わかりました。います？いないですか？いない。まだいないです。あれ、高橋、くそ！なになになに？先行し、先行しやがって。僕見つけます。いないです。左、チーフ、チーフ、左。あ、いない、いないです。行って、行っていいっすよ、行っていいっすよ。ブブブブブ。いたいたいた、いますよ、ほら。いますよ。村瀬さん、あと15秒なんで、行きましょうよ。死にかけて。あ、フラグ来ました。いっちゃダメです。戻ってください。ノー！結構だー！ダメ！あ、村井さん倒した！倒した！瞬獄殺した！閃光の中で風のが散った。適当に撃ったら一発でやられた。これ、MVP あるんじゃない私。じゃーん！お、あー。第1戦目の勝者は、これはもう高橋くんですかね。まあ、それはそうっす。じゃあ、一回このカップはまずちょっと暫定でちょっと高橋くんの場所に。本人まみれトントンさんと話してましたから。ちょっと喉乾きすぎてちょっと買ってきてくれちゃった乾いちゃったからもう。いやでも、はい、2対1ってこと考えたら頑張ったんじゃない俺。いやかなり頑張ったと思います、ね、だって9球ですよね、うん、よまあやっぱり2人いっぺんにこうやって来られるときついね。まあそうっすよね。ちなみに、シーン的な MVP だったら私っぽくなかったですか最後の。閃光弾で画面が見えない中で。あれは一発で殺された。光の中でね。だからもうヘッドショットしたんですよね、多分ね。おそらく。見えない中。うわーって打って、パスッと。じゃあ真ん中だね。私と高橋君の真ん中だね。真ん中で。これ暫定、今。じゃあそんだけシルバーウィークの1夜目が終わりましたけれども、第2夜目からは横でスタンバイしてるトシ君も参加するみたいです。はい。で、いろんなルールで。ですね。今回はチーム戦もあれば全員ソロも、全員ソロの1対1もあればあれもあるけど隠れる、あ、かくれんぼ、かくれんぼだ。いろんな企画がございますのでシルバーウィーク5日間ございますがどうぞ。はい、2夜目以降もお楽しみに。楽しみください。ゲストカゼン、よっしゃ頑張るよ。こっからだよ本当の戦いは。本当黒いな黒い。見ても、はい、ではまた明日、さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますのでぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。